このそうそうたるメンバーから送りバントについて教えてもらいました。もう侍ジャパン入れたいですね。人生哲学とは何なんでしょう。真ん中の人がわからない。真ん中の人誰ですか。私の名はアッツマン。人は私のことを最強超人と呼ぶ。テレレレレテテ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 。打てば180メートルホームラン、投げれば170キロストレート、滑舌バリバリ絶好調。私の名は最強超人アツマン。やばいってマジで警察呼ぶよ。引くな引くな。まあまあ落ち着きなさい。あなた誰なんですか。説明しよう。アツマンとは謎の覆面男、自称最強超人なのである。現在 YouTube アッツマンチャンネルで元ホークスの荒垣渚さんを特訓中。そんなアッツマンが今回一体なぜ岡田アナを呼び出したのか。野球のこと、ホークスのことを視聴者の皆さんに伝えられるようになってほしいんだ。すなわち私はあなたをアッツウーマンに育てたいと思って今日はここに来た。うわ帰りてー。というわけでアッツーマンを目指すことになってしまった岡田アナ。アッツマンに連れられドームの隣のいいぞ福岡へ。今回のテーマはこれだ。ほい、三塁線に見事にバントを決めてみろ。バント。今日はな、岡田ちゃんにバントを体感してもらうべくこんな素晴らしいゲストを用意したぞ。カモン。てってれー。出落ちみたいになっちゃったね。はい、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。ぬるーっと登場したのは元ホークス選手荒垣渚さん。150キロを超すストレートと鋭く曲がるスライダーを武器にホークスで先発ピッチャーとして活躍したレジェンド。バントはもちろん練習してたよな。そうですね、バントは一応してました、うん、まずは渚に見本を見せてもらおう。はい、行くぞ。はい。あ、まずファール、まずファール。これは悪い見本。じゃあギリギリ狙っていきましょう。2ストライクまではギリギリを狙っていく。こうやって無理だったらもう、はい、スリーバントが失敗です。なぎさ、スリーバント失敗じゃないか。あれ、私は待機させておきました。あ、木所さん。そうだ、よろしくお願いします。おはようございます。そう、アッツマンから呼び出されて待機中だったのはホークス OB にしてバント職人木所さん。この企画にぴったりの講師なのだ。まずは岡田アナの実力を確認。しかし運動経験はほぼゼロ。果たして。でもそもそもバントってどういう風にしてますっけ。あ、こうやってますっけ。おお、大事な大事な大事な指が、はい、あの飛んじゃいますんで。あ、はい、そう、このままでは岡田アナの指が吹っ飛んでしまうのだ。あの、もうこの辺でいいです。まずは最初、いや、もうちょっと上で、はい、まずはこの辺を持ってもらって、なるべく先に先っぽに当てるように。芯で当てちゃうと強くいっちゃうんで、はい、なるほど、はい、なるべく先っぽ。コツはバットの先にボールを当てること。早速岡田アナが挑戦です。おお、わかりました。はい、え、はい、なんとたった1球で何かが分かったという木所さん、一体何が。あの、やりに行くんじゃなくて、はい、受け止めてください。こうやりに行くんじゃなくて受け止めてください。そう、バントの達人今宮選手もこの通り、優しくバットで受け止めているのだ。送りバント大事ですからね、世の中で。やっぱり、うん、そうなんだ。世の中で大事なんですか。人生の中でも送りバントってすごい大事なんだね、やっぱり。人をやっぱ導ける人になるっていうね、送りバントで進塁させてあげる、これ大事ですから。自分が自分がじゃダメですからね。なんだ、あの人今日講演依頼したかな。こう前からイメージ出して、ちょっと僕やった方がいいですか、見せた方がいい。というわけでバント職人のお手本、優しく受け止めるバントとは。ファウルか。おお、はい、インサイドまっすぐから引いてくる。
はい、わーすごい、ね、クロスですね、こうかでコース。岡田ちゃんは右足か左足かになってるの、はい、そうじゃなくて後ろ、ね、もうこっち側に3人で技術論で喧嘩します。いや、はい、そう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 の方が簡単で、そう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 こっちの足に乗るか、こっちの足に乗るか、おいい構えがいい、構えがいい、そうそうそう、お構えかっこよくなった、いける、はい、なんと足の構えを変えただけで激変した岡田アナのバント様になってきたで、おいい、はい、よし岡田ちゃん、はい、この3球で1球見事に三塁線にバントを決めるんだ、よし、惜しい、うん、惜しい、おお、これいいよ、うん、ナイスバント、ナイス、うまい、うまい、あうまい、今の2球目は良かったですね、2球目、2球目めちゃくちゃ良かったです、2球目は最高でした、はい、ナイスバントだったよ、ありがとうございます、いや上手だった、やっぱり一番学んだことは人生は送りバントっていうところです。自分が犠牲になって人を進塁させる、それは人生においてどの職業においても大事なことなんだっていうのを今日学ばせていただきました。おお、優等生の答えだよ岡田ちゃん、ありがとうございます、素晴らしい、あなたはもう立派なアッツーマンだ、お今日はすげえ、おお、見えない、そう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 、もうちょい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 、あっ来た、今日はありがとう、はい、これからも岡田ちゃんそしてスポーツキラリをどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。